認知心理学などをベースとするナッジ理論は、間接的な提案や自然な促しが強制や懲罰よりも行動の改善に効果的だとする考え方です。これまで政府がナッジユニットを通じてどのようにナッジ理論を実践しているかを具体的な例を通して見てきました。例えばイギリスではショートメッセージを用いたナッジによって期日通りに納税する人を増やすことに成功しています。日本のナッジユニットも電気使用量を他の世帯と比べられるようにすることで省エネを促す施策を実施しています。しかし多くの成功例がある一方で、ナッジ理論については未だ多くの疑問も残されています。成功例はただの偶然ではないか、まだ確認されていないだけでマイナスの影響もあるのではないか、ナッジは時間がかかりすぎではないかなどです。さて、ここまでナッジとナッジ理論について学んできましたので、次は自分なりのナッジを作ってみましょう。社会をより良くするために人々のどのような行動を変える必要があるか検討してみてください。次に具体的なナッジ戦略を構築しましょう。戦略を実行するために必要なものや媒体について考え、その戦略がどのように人々の行動を変容させるか検討します。最終的にその戦略がうまくいったかどうかを検証する必要があります。そのためにどのようなデータを収集し分析する必要がありますか。この授業では最後に自分たちのグループのナッジを発表し、他のグループの案を評価していきます。他のナッジ案についてどのような質問をすればよいか考えましょう。そのナッジが成功する可能性はどのくらいだと思いますか。質問は相手が自分の案について改善を検討することができるものにしましょう。また自分の案について他の人の質問をもとにどのように改善できるか検討しましょう。